調べろ。
ほら。え？
助けてくれるよな。心配するな。ここから出してやる。ありがとう。じゃあ行こうか。終わった。ひとまずな。
ストーリータイムサイモンだよ。おかえり。さあ、新しいリス、パート2だよ。ある夜、リッキーの多くの木の下に赤いリスが現れて、リッキーとその家族を起こしました。お願い、助けてと、その赤いリスは言いました。迷子になってしまって行くところがないんだ。エルダーたちは赤いリスをすぐに追い返そうとしましたが、リッキーは急いで木の幹を降り、その赤いリスと共に立ちました。そして年上のリスたちに叫びました。どうして追い返すの？他の木のリスだから？困ってるのに。リッキーの自信と決意に押されて、年上のリスたちも赤いリスを招き入れてもらうと納得しました。赤いリスは、味方をしてくれてありがとうとリッキーに礼を言いました。後悔はさせないよ、赤いリスは言いました。ホロテープを割り、ホロテープ3を入れてください。やあ、ストーリータイムサイモンだよ。物語は好きかな？物語を語るのが大好きなんだ。これは新しいリスっていう話だよ。一緒に不思議な冒険の旅に出かけよう。あるところにリッキーという若いリスがいました。リッキーは町の公園にある大きなオークの木の中に住んでいました。リッキーは茶色いリスで、その木の中には茶色いリスの友達や家族も一緒に住んでいました。リッキーは毎日木のてっぺんまで登って辺りを見回し、他の木にはどんなリスが住んでいるんだろうと不思議に思っていました。年上のリスたちが、他の木には泥棒リスと嘘つきリスが住んでいると教えてくれました。絶対に信用してはならないと。やった。
ストーリータイムサイモンだよ。さあ、新しいリスの結末を楽しもう。さあ行こう。明日はお互いのことを教え合って親友になろう。ディッキーは赤いリスに言いました。ストーリータイムサイモンだよ。お帰り。さあ、新しいリスパート2だよ。ある夜、リッキーの多くの木の下に赤いリスが現れて、リッキーとその家族を起こしました。お願い、助けてと、その赤いリスは言いました。迷子になってしまって行くところがないんだ。エルダーたちは赤いリスをすぐに追い返そうとしましたが、リッキーは急いで木の幹を降り、その赤いリスと共に立ちました。そして年上のリスたちに叫びました。どうして追い返すの？他の木のリスだから？困ってるのに。リッキーの自信と決意に押されて、年上のリスたちも赤いリスを招き入れてもいいと納得しました。赤いリスは、味方をしてくれてありがとうとリッキーに礼を言いました。後悔はさせないよ、赤いリスは言いました。ホロテープ終わり。ホロテープ3を入れてください。ストーリータイムサイモンだよ。さあ、新しいリスの結末を楽しもう。明日はお互いのことを教え合って親友になろう。リッキーは赤いリスに言いました。赤いリスは何か音を立てました。リッキーはそれをいいよという意味だと受け取りました。二人は丸まって眠りました。その夜遅く、リッキーは多くの木の葉っぱがカサカサと鳴る音に目を覚ましました。辺りを見回すと、赤いリスがいなくなっていました。リッキーが下の景色を見渡すと、たくさんの光る目が木の根元に近づいてきていました。猫です。近くの木から声が聞こえました。さっきの赤いリスです。ごめん、赤いリスは言いました。さっきは猫に追われてるところだったんだ。自分の木に連れて行くわけにはいかなかった。家族が食べられてしまうからね。猫が木を登ってきて、リッキーの友達や家族を食べ始めました。その間、リッキーは自分のしたことを思い返していました。年上の言うことを信じていればよかった。それがリッキーの最後の言葉でした。終わり。
you